はい、オムレツやらオムライスやらを作ってまいりましたが、今日はちょっとひねって、コルシカ風ハーブオムレツ、オムレットコルス、ね、コルシカのことをフランス語で、コルスって言います。今日は、コルシカ風ハーブオムレツを皆様にご紹介いたします。はい、材料です。シンプルです。まず卵、そして中にカッテージチーズ入れますね。このチーズ、カッテージチーズ、スタッフが、勝手にチーズを買ってまいりました。それでカッテージ、チーズというらしいです。失礼いたしました。そして、あとはミントね、ミントね、これは葉っぱを使います。こうやって柔らかいところはちょっとちぎっていただいて、枝のところはね、ミントなかなか使うの斬新ですよね。はい、でフランスではシブレットっていうのをよく使うんですけども、日本ではなかなか手に入らないので、これは万能ネギをみじん切りにしております。そして、パセリですね。パセリはしぞれにします。はい、枝も切って、はい、これを最後に、合わせて使います。そして最後バターで、焼きます。黄身が2個、軽く塩コショウです。白いコショウです。そして、何チーズだっけ、カッテージチーズ。はい、スタッフが勝手に買ってきたカッテチーズ、あまりこうやって雑に、これぐらいであまり細かくしないでください。中火で分量の冷たいバターを入れます。はい、バターが全部溶けたところで、はい、ここです。卵入れます。はい、最初ほっときます。ガスは外から火が入ってきますので、はい、これこうやってね、ほっとくのがポイントです。で、周りが白くなりましたら、まず1回混ぜます。はい、ここにハーブを入れます。さっきのハーブを全部入れます。はいね、この中がで、ちょうどよっおっとよっとおっと、はい、これで出来上がりです。盛り付けます。こんな感じです。はい、それでは、試食したいと思います。皆さん、これ失敗作だと思ってるでしょ。これ意図的に本当くるくるくるってオムレツで巻くんですが、巻くとこのハーブ皆さん見えませんよね。それでこれ意図的に、ね、これ
ここにハーブ、ほら見てください、こんなにハーブ入ってるんですよ。意図的に意図的に失敗じゃないんですけどね、またプロの方からワンサークレームが出ると思うんですが、こう意図的に失敗するっていうのもね、一つのプロの技ですよね。はい、いただきます。カッテージチーズが非常にいいバランスで、やはりこれスプーンですね。ハーブはこれハーブ皆様ね、パセリが結構多いんですけど、いろんなお好きなパセリをいろんなハーブを入れるとすごくいいと思います。すごい、あ、やっぱりミントが非常に追っかけてきます。なかなか個性的な、あ、これね、具材を隠すよりもこうやって具材をちょっと見せるっていうのもテクニックなんですよ。それでは、ワインはですね、今日はフランスのコルス地方オスティーヌブランベルメンティーノ、ね、なんかイタリア語っぽいですけどを合わせてみました。ハーブの香りが、ミックスハーブの香りが非常にあります。なかなか素敵です。こういうミントもね、本当にいろんなこういう、使い、ね、ご自宅でも育てられますし、なかなかグーです。どうぞ、気軽に、簡単に、なんか小腹が空いた時に、作ってみてください。どうぞグーです。